こちら、はい、はい、すいません、ありがとうございます。それで今やってるのはあのインターネットのお弁当なんです。あれはくるめしっていうサイトがあって、そこが仲介業者で、そこが受け取って、今度そっちからこっち来る。病院とか、あとは撮影とか、そういうの専門が多いんですけど、今コロナでずっと入ってなくて、ここ最近ちょっと落ち着いて入ってたんですけどね。これですよ、その弁当です。ランチも夜も1割ぐらい減ってます。夜なんか何千円ですよ、昼とか2人とか3人。幕の内直す。ネットのお弁当です。こっちはカツ系で、そこがあの幕の内で、そこがあのハンバーグ系で、こっちが香味チキンの春巻きとかで、一番奥がね、お魚で。味噌漬け、鶏肉の味噌漬け、うん、味噌漬けの上にかかるあんだよ。みんなね、ワンコインのお弁当ですからね。原価どん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 上がってるからね。パックも上がってるし、1割上がってる。じゃあ値上げできないからね、そう簡単にはね。安く提供できるのが一番いいからね。難しいよね。しないしない。うん。ずっと買えない。税込みよ。税込み。値上げするのは簡単なの。お客さん大事にしたいから。ただ値上げすればいいやと思うんじゃないし。削れとしたら、手間賃だよね。手間賃とは合ってないようなもんじゃない。ね、自分が元気になっちゃったら、ほら、手間なんかほら、
かんないわけだから、お金なんかかんないわけだからさ。これは照り焼き丼です、ね、はい。これジャンボメンチカツ。全部ワンコ今作ってるのは、ただレディース弁当ってちっちゃい弁当は400円、あっちでミニカツ丼ってあるんだけど、ミニカツ丼が350円かな。お客さんは安くて文句言わないからね。もうコロナ前からずっと、コロナも始まるからずっと前から。ね、高校卒業して鉄板焼きさんで働いて、でその後うちで働く。これで2代目、あとニュートン亭でやってるんですね。最初ね、あっちもやるって言うから、でも似たようなことやらないって言ったの。似たようなこと。そういえば、お客さんもクリアみたいになっちゃうぞ。食べちゃうよ。やめた、そのうちの味をね。さ、じゃあ俺がやるって。やっぱ働かないとダメだ。あれ動かせない。昼間から酒飲んだりとかしちゃうとダメだろ。73かな。もうここまで元気にできるからね、いいところだね。これはハンバーグのソース。79歳。手すりなんかいらねえ。8年になるよ、いやいや。これね、みんなの若い人のね、パワーもらってっから。だから元気なの。みんな優しいから。ああ、声かけてくれるよ。頑張ってください。これとハンバーグの盛り合わせなの。うん。それで息子が車の中にお弁当を積んで、その場所まで。息子がいないから、ちょっとの間押しとる。ここのとこやっぱ多少暇だからね。多少いいんだけど。徹底もですよ、うん。これは豚肉と玉ねぎ のピリ辛いタレ。ピリ辛あんかけかな、あん作るから。揚げ物とかそればっかりもさ、お客さん飽きちゃうからね。あ、一味唐辛子。うん。こっちはピリ辛って言ったんだけど、結構辛い。俺辛いの好きだからね。危ないですよ。
エビフライ2本とね、ヒレカツ2切れのビックス弁当。これさ、あれ、コロッケのってるやつ。おばあちゃんのあの、この嫁行く時にもらったやつだから、相当増えんねん。マジっすか。お蕎麦茹でる専用。エビはね、強火で揚げないとね、曲がっちゃうからね。弱火で揚げるとグニョーンと曲がっちゃう。あとはちゃんと筋を切ってるかどうかでね。これね、ヒレカツ弁当、ヒレカツ、ヒレね。油曲がったからね。ガソリン曲がってるしね。フリット感はね、残さない。はい、ルキア。うちの親父と一緒で、赤坂筒井、はい、うちの親父が中学卒業して入って、赤坂本店にね。それで、その時に、うちの親父の、チーフだった人かな。チーフだった人が、吉祥寺の近鉄パートの名流食堂街ってとこでお店を出すから、そこで働かないかって。同じ人に教わったんだね。どうして今、茨城のあっちの方で、とんかつ屋さんやって、一人やってるから大変なんだよ。奥さんが、1年ぐらい、2年ぐらい前から亡くなっちゃって。でもね、その年で一人やったら大変だと思うな。絶対大変だと思う。13年、この中学卒業して入ったから、すぐ高校行くのか行かないのかって言って、俺は別にほら、勉強もしたくないし。働いてるからお金が入るんだから、いいかなって言って。甘かったよね。甘々。もう先輩に仕事変える、いじめられる、うん、だってその時、その時代ってのは今みたいな気が全然違うから、村行ってきますって悔しいから、屋上行ってこうポロ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 してさ、悔しくて顔洗って渡したいって。まあでもそういうのを頑張ってやってきたから、精神的にも強くなったし、でもね、面白かったし、あとはやっぱ上下関係もいろんなことちゃんと覚えたし、一番こういじめられた先輩、その人先に辞めちゃったんだけど、その人は俺が休憩行ってる間に俺の包丁3本ぐらい全部研いでくれて、頑張ったな、ありがとうな、俺も辞めちゃうけどお前頑張れよって言って、うん、あやっぱり違うんだなと。ただいじめるだけじゃないんだよね、やっぱ優しさもあるし。で俺なんかそのまだ若いからさ、ありがとうございますだけだったけどね。はい、おはよう。毎週火曜日病院行くんでお願いします。生姜醤油とさ、バジルとさ、塩コショウに漬け込んで、これと春巻きのフライの盛り合わせ。こういうのもやっぱちゃんと味染み込ませないと美味しくないからね、うん、手間を惜しんじゃうとさ、美味しいもの作れないんじゃない。いや、もう来てるよ。はい、お茶12本。どうだね、それは微妙だね。まあ、前にも一回話したことあったけど、まあ、自分の人生だから、出会うっていうか、そうだね。俺、押し付けたってしょうがないな。押し付けたって多分持たないと思う。まあ、頑張れよ、頑張れよと、後継ぐにね、料理覚えるとね、何も言わない。余計嫌なっちゃう。今、流れに任せてる感じ。今、とりあえず、やれることや、ね、今までやってることやってれば、俺ってやっぱ楽なわけよ、多少は。いや、犬がちょっと、無理。これは、味噌汁の具。煮汁もったいないじゃん、野菜もね。味噌ラーメン風とかさ、ごま油入れて、ブラックペッパー入れてさ、味噌汁でも楽しめればいいじゃない。今日は何の具だろうとかさ。大根と揚げ、もやしと揚げ、安い
味はね、車とかね、バイクいじくったりとか。春巻き1個、私持ってきます。了解です。はい。詩吟？そう、詩吟やってる。詩吟とね、ラジオ体操とね、サッカーのやる人のね、3種類やるんです。この借金と、うちの味のお小遣い。そうだ、どっちかじゃん。厳しい。まあ、頑張ってきたからいいかなとかね、思うけどね。にこの旨味を分かるには。お客さんもいたときは、絶対塩コショウがいい。いや、うちは、タレしかないんですよっていうとこは、鮮度が良くないと。塩焼きをすべつくしてくれるとこは、いいみたいよ。大盛り？ご飯大盛りで2つください。はい、ありがとうございます。じゃあ、1000円お渡しします。ありがとうございます。ここもう分かってるから、来てください。もう人気ですね。すぐそこで売るのよ。あそこね、センタービルの前。そう。すぐそこ。ライスはね、これサービス。ご飯欲しいっていう人にはね、これサービス。うちのご飯美味しいからね。でも男の人が多いの、大盛りって言うとね。大体、大体ね。はい、お待たせ。お先ね。はい、いってらっしゃい。出ると寒くないですかなんて言うんだけど、汗かいてんだ私。12時にはもうここのお客さんね、来るんですよ。いつもね、早いとね、11時半頃来る時もあるけど、その時によって違うからね。これは白身。火曜日はね、白身、アジ、クリームコロッケ、全部ヒレがつく。うん。ヒレが640円。これはね、コロッケ。こちらはね、シャケでしょ。で、天ぷら。だいぶ出た。どんどんお客さん来ちゃった。買えなくてもよかったから。でも分かんないからね、その時にやってね。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。今日はね、生姜焼きございます。そうなんですよ、ポークシチュー。こちら。これはね、鶏の照り焼き。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いつもすいません、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ、こんにちは。照り焼きください。こちら、はい。大盛りはよろしかったね。はい、どうぞ。
はい、すいません、ありがとうございます。また家来るなっていうのは分かる、うん、今日のはね、もっとの来るんだよ、本当はさ、あとね、でもここほら雨風でも雪でもやってるから、雪の日って結構売れるの、台風とか、びっくりする看板、うん、はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ、こちら置きます。こんにちは。今ね、チキンとね、ヒレとエビさんとヒレだけと唐揚げ、こちらね、ポークシチューのチキンのシャケ、ロースカツの香味チキンの春巻き、これね、ポークシチュー、おいしいよ、これ。それでチキンとシャケです。じゃあこれください。ご飯お召しします。はい、すいません、ね、ありがとうございます。持っててね。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、はい、少ないもんね、うん、買わなくても買ってもね、あれだけど、見るだけでも結果ですよって言ってね、うん、外も必ず来てくれるからね、やっぱり愛想よく声かけるっていうのは必要だよね。一番最初若い時はあそこのルミネ、山尾生命さんのうどん屋さん、二十何年か5年ぐらい勤めてた、うん、そこで一応店長としてやってたんだけど、その会長さんと一緒にね、あのおつゆとかそういうのを研究しながらあっちこっち食べ歩く、だからそれはもう作れるの、自分でもね。でそこでこうやって、まあ定年になったからね、うん、やめて丸亀製麺してます。おうおう、あそこから声かかって天ぷら専門でやって、それで1位2位で争って、そこで取ったの賞ね。でそれを写真撮られてさ、天ぷら見せたのね。でもうこういうとこだからね、雨風すごいじゃないですか。もうこんな感じでやってたけど、それでも休んだことないんだから、今8年になろうとしてるんだけど、休んだことないの、雨風台風でもやってた。でお客さん好きだから、私もお話しするのが好きだからさ、お客さんのパワーもらって今元気でいるのよ。14時間ぐらい働いてた。あれは楽しかったね。5ヶ月休まないと思ったんだよ。だからしんどいとは思わないの、率先して自分で掃除したりさ、もうやらないとみんなついてこないよ。だから売り上げ行くと大入りなんて出てさ、結局そういう風にみんながね頑張ってくれたから、お入りも出るでしょ、みんなにね。ボーナスもね、パートさんにちゃんと出したしね、うん、いい会社だよ、いい会社ないよ、うん、ここね、縛って自分も縛ってなここにほら傘広げて、でここからあの棒立てたのをここで縛ってさ、それで押さえてるわけよ、こっちとこっちで。これだけでいいよ。
ご飯の状況で、はい、もうなくなっちゃったらちょっと15枚もう閉めちゃったりとかさ、なるべく夜は夜でこれ新しいお米のがいいかなと思うからさ、2番みんな大変よ。ありがとうございます。